こんにちは、ひこぼんです。またまたマイクを買いました。今回は頭につけるタイプのヘッドセットマイクです。 Amazon のマケプレで1299円でした。これがうまくいったらちょっと遠回りしたかなという感じです。2つ入ってます。おー、いい感じに動きますな。やっぱり前回のヘッドセットマイクで分かったのは、マイクを口元に持っていけるのはとてもいいです。ちゃんと風防もついてます。このスポンジは簡単に取れます。中はこんな感じです。このカバーも指で簡単に取れる感じです。はこんな感じになってます。はめるのも簡単。コードはこんな布みたいになってます。こういうの簡単にできるんですかね。大概コードってツルツルのビニール製だと思うんですけど、コードの長さはこれぐらいです。ちょっと短いかな。ここはスポンジ状になっていて肌に優しい感じです。柔らかいです。では頭につけてみましょうか。これをここにやって、ここに耳にかかる感じですね。いい感じです。そしてこのマイクの位置が本当に自由が利く感じです。マイクの自由が利くので、これを耳にかけずに首にかけるってこともできますね。この方が楽でいいかもしれません。マイクも口元できます。悪くない。ただ口がずれちゃいますね、首を動かすと。まあこんな特殊な使い方をする人もいないでしょう。頭だとちゃんと頭を動かしてもマイクが取っちゃう。これいいですね。なんでこういうヘッドセットマイクがあんまりないんでしょうか。ではまずは PC に直差しでやってみます。ちょっと短いですね。延長ケーブルの必要性を感じます。ソニーのピンマイクについてきた延長コードはなぜか使えません。これ繋ぐと、これ繋いで使おうと思ったんですけど、声が入りません。なんでだろう。こちらがソニーのピンマイクについてきた延長コード。こちらが今回のヘッドセットの端子です。なんかちょっと違うんですかね、端子が。ではまず音声テストしてみます。羅生門、芥川龍之介。ある日の暮れ方のことである。一人の下人が羅生門の下で雨闇を待っていた。良い門の下にはこの男の他に誰もいない。ただ、ところどころ、煮塗りの剥げた大きな丸柱にキリギリスが一匹止まっている。羅生門が須田浩二にある以上は、この男の他にも雨闇をする一目傘やもみえ星がもう二三人はありそうなものである。それがこの男の他には誰もいない。びっくり。とても感度がいいです。続いて、毎度おなじみ、ソニーの USB オーディオボックスにつないでテストしてみます。さっきのが良かったので、かなり期待大です。このマイクを外して、こっちの新しいのをつけてみます。ガシャンコ。では、いきます。ソニーの USB オーディオボックスにつないだ状態だと、ジーというノイズが入ってしまって、これはもう使えませんね。残念。ただ、PC 直差しでもとても感度がいいので、この価格では十分満足できる品だと思います。
ソニーのピンマイクでこういう簡単なヘッドセットマイクがあればとてもいいんですけどね。この位置にあったらもう最高にいい音が取れますよ。もう少し探ってみます。